どうも、このまるです。キータロです。じゃあ今日は BE:FIRST が MTV VMAJ2023 に出演したので、そちらの話をしていきます。まあ、BE:FIRSTが年間の最優秀グループ賞、グループオブザイヤーを受賞したりとか、まあ、レカペに登場したりとか、ドモのジュヨンとソヌと TikTok 撮ったりとか、もう盛りだくさんだね。ねえ。もう言いたいこといっぱいあるん。ね、でもなんかまずさ、なんかそのベストグループオブザイヤーみたいな、なんかすごいね。うん。いや、すごい。だって、その年のグループみたいなことでしょ？だからさ、その受賞の感じとかまだ見れてないわけじゃん、こう言ってないから。で、まあ、レカペはさ、もちろん映像も結構公開されとるし、なんかいろんな媒体でさ、アップされとるから今。うん。まあ、見れたんだけど、まあ、それもめっちゃさ、なんか良くて、なんか衣装もさ、今回、新衣装だったよね。うん、この感じね。いや、だってさ、レカペなんてみんな好きでしょ？めっちゃ好き。なんかこう、ただ歩いててちょっと止まってポーズしてみたいなさ。うん。で、みんなにこう、わーって手振ってみたいな。うわ、めっちゃいいね。うん。しかもさっきもちょっと触れたけど、このさ、黒基調のさ、この衣装がマジでかっこいいよね。なんかこのフォーマル感ある感じがね。うん。でもなんかちょっとデザイン性あるっていうかさ、リュウちゃんとかなんかスカートみたいなのとかをさ、巻いてたりとか、本当この感じめちゃくちゃ好きだわ。わかる。てかその私黒ブラのスタイリングが私は結構好きで、二人とも。うん。なんかちょっと、しかもなんならさ、黒ブラは巻いてるよね。あの、巻きスカート的ななんかあるよね。うんうん、あ、本当だ、シュントもそうだね。そう。黒ブラだからみたいなのしたんかね。スタイリストさんも。ここはちょっと、みたいな。あ、そう、やっぱシュプールの二人だもんね。そう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 。シュプールさんおる。スタイリストさんにシュプールさんおる。まあ、シュプールさんはまあ、ハイブランドとかいろいろやるからさ、まあなんかやりそうだけどいろいろ。うん。っていうぐらい、なんかこう、モード見合ってすごい好きなやつで。でもみんないいよね。そうだね。なんか一人一人よく見てったらマジで全員いい。なんかさ、いろんな媒体があって、なんかいろいろニュースも出とるし、動画も出とるから、ちょっと私、どこだったか忘れたんだけど、なんか一人一人の意見を取り入れたみたいな、なんか見たんで、印象に。うん。うん、だからなんかこう、なんか意思があるんだろうね。だから例えば、私はウエストが細いからちょっとお腹出したいみたいな。いや、それさ、AKB の衣装のおされカンパニーのさ、そういうさ、メンバーの意見取り入れるやつじゃん。サッシーだったらお尻が私は、こうちょっとペタンしてるんで、こう広がったスカート的なやつだっけ。そう、なんかボリューム出すためにリボンつけたりとかするんよ、サッシーは。いや。みたいなやつよね、多分ね。そうそう。確かにいいね。なんか意外とさ、ソータとかも、なんかちょっと可愛い感じなんよね。これどういう、なんかちょっとダボっとした、もうこのなんか言葉で表せないな。なんかそう、わかるわかる。おしゃれさんしか着れんやつ。そう。本当に。そうな。可愛いよね、でもね。この感じ。可愛い。うん、めっちゃ可愛い。あとさ、今回セットリストもさ、なんか MTV 公式からこれ歌いましたみたいなやつもあるけどさ、うん、2曲も披露してたんだね。ねえ、そう。しかもさ、ブンブンバックとメインストリームっていうさ、この、なんか、俺たちはこれだみたいな感じの曲を2曲やるのすっごい良くない？めちゃくちゃいい。もう、その2曲でもうさ、わかるじゃん、もう BE:FIRST が。うん。いいね。なんかさ、やりたい音楽をこう、やれてる感がどんどんより強まってる感あるね、この2曲って。うん。いいな。めっちゃいいじゃなくて、なんか他の動画？なんか紅白の動画だったかな？なんかでさ、言ったけど、ほんと、ブンブンブンからズンズンズンじゃん、この2曲なんて。うん。超いいじゃん、その流れ。ね。で、しかもあの衣装のまま踊ったんか。すごいね。え？そうなん？ね。めちゃくちゃいいじゃん。そう、踊りもあの衣装でいける。すごいよね。確かに。リュウちゃんのあのスカートひらりみたいな。なびかせてさ、スカートひらり。女の子には、スカートひらりひんはいひん。そうそう。走りたくなるときあるんぜ。ないやろ。ないか。いや、でもリュウちゃんならそのなびかせてめっちゃかっこいい子踊りそう。もう。うわ、そうだね。もうね。ベースだと。ベースだと。あとさ、あれじゃない？まあ、そのさ、様子はさ、配信が
12月10日にあるみたいだから、うん、まあ、それを、まあ、どういう感じで見れるかちょっとわからんけど、見れるといいなって思ったし、あとあれじゃない？そのさっき最初にも言ったけどさ、ドボの、ドボイズのジュヨンとソヌと撮ったって言って、びっくりしたからね、私。ジュヨンとソヌ、ドボイズとビーファーストどういうことってなったから。いや、本当に。そうな。すごいよね。そんな世界が来るんだね。ねえ。なんか K-POP アーティストとの絡みってやっぱり多くはないじゃんね、BE:FIRSTって、うん。そこまで。まあ、たまにあるけど、みたいな。まあ、最近だったらもちろんダンクのさ、80s、アチズと一緒にとかはあったけど、なんかその思わぬ方向で一緒にやり始めたから、しかもさ、そのメインストリームをやってくれるやつだったからさ、うわーっとっていいって思って、14大好きなんです、私。14かっこいいですよね、皆さん。いや、そうなんで、粉丸ほんと、僕、だって粉丸が14好きって言って俺も好きになったんだから。硬派なイケメンでね、とてもいいよね。うん、そう、めちゃくちゃね。そう、そのジュヨンとソヌが、もう、しかも振り子、振り子のとこやってくれててね。うん。だからなんか夢かと思ったよね、ほんと。かっこいいのさ、大渋滞。そう。いや、ほんとよ。しかもさ、やっぱドボの衣装もちょっとグレー味あってさ、なんていうの、やっぱ合うのよ、この、合ってるよね、このビファーストとの衣装に。おー、確かにね。まあ、今回のこのフォーマルチックな感じのやつだから、なんか合っとるね。うん。いや、そうな、めちゃくちゃかっこいい、この4人が。ねえ。で、ビーファースト的にはさ、第65回輝く日本レコード大賞の優秀作品賞にメインストリームがノミネートされたっていうさ、これはまた素晴らしい素敵なニュースが出てたね。ねえ。去年も優秀作品賞でノミネートされて、まあ、出たわけじゃん。2年連続のマジすごくない？いや、そう。去年はバイグッバイで今年はメインストリームで、そうなん。いや、ここだってさ、まあ、優秀作品賞って、やっぱレコード大賞の中でもやっぱそれ一番のさ、賞。こっから大賞が選ばれるわけだから、そのさ、年間の10曲に選ばれる、しかも2年連続っていう。なるほどね。なんかうちら的には JO1 もいて、みたいな、BE:FIRSTもいて、だから結構なんか嬉しいよね。うん、いや、めっちゃ嬉しい。すごいよね。なんかすごいことになっとるよね。まあ、なんせさ、キータロさんがさ、そもそも、もうレコタイオタクみたいな。年末のさ、オタクじゃん、もう。基本的に。年末のオタクってどういうくくりなそれは。レコタイ、紅白、大好きじゃん。大好きだよ、もう、大好き。だから、もう、いいよね。今年このラインナップで超楽しいよね。うん、楽しい。ね、30日はレコタイ、31日は紅白って感じで。そう。ドッキドキだね。てか忙しいよね。だってさ、FNS 歌謡祭も出るとか言ってさ。うん。そう。あれ初めて ?FNS 歌謡祭初めてじゃない？もしかして。そうだわ。そうだよね。なんか今までさ、なぜか出てなかったよね。出てなかった。そうだね。いや、だから年末ずっと忙しいね、そう思ったら。そうだね。確かに。まあもちろんツアー中でもあるし、まあ年末で言ったら、まあ神奈川のピアアリーナとかなんかね。とかも挟みつつ、その音楽番組の特番とか、まあもちろん年末のレコ大紅白もだし、いやすっごいもう売れっ子のスケジュール。そうだね。しかもさ、 FNS 歌謡祭で言ったらさ、リスペクトカバーっていうなんか企画もあって、まあ多分カバーなんかしてくれるんやろ。最初の出演でもう自分たちの曲とカバーどっちも歌うってこと？うん。でもなんかそんなんさ、もう任せてくださいって感じじゃない？いやーわかる。だってなんせお歌だから、お歌うまいから、もうお歌すごいから。そうだよ、もう。いや、ほんと昨日も動画出したけど、歌コンのラララブソングなんてね、もうほんとめちゃくちゃ良かったから、もうそういう感じだもんね、だって FNS 歌謡祭って、うん。そう。待って、ディズニーもいいよ。私はさ、忘れんよ。アラジンのね、フレンドライクミーも大好きやったから、BE:FIRSTの。そうだ。BE:FIRSTとディズニー、マジ親和性あるもんね、ディズニー曲。ある。BE:FIRSTいつかマジディズニーの曲やってくれんかなぐらい思っとるんやから、私。ああ、本当に。いいね。そう。なんか FNS 歌謡祭って割とさ、ディズニー的ななんか要素あるから、まあ、なんかちょっと面白い、なんか、普通じゃない曲かもしれない、なんか。いつもと一風変わった。ああ、なるほど。確かに。うん。で、以上でね、今回は BE:FIRSTが MTV VMAJ2023 に出演した話とか、あとはレコード大賞のね、優勝作品賞を受賞したので、そちらの話もね、してったんだけど、いや、なんかもう本当にいろんなニュースが目白押しで、最高、楽しいね。ねえ。去年やっぱさ、出れない、こう FNS 歌謡祭とかも出れなくて、とかさ、なんかいろいろあったけど、こんな変わっとると思わんかったから、この1年で。確かにね。なんかその実力はさ、そのね、去年もすごくて、去年もやばいみたいな感じだったけどさ、
実力もやばいからね。なんかその、環境も変わってやばいし、なんか実力もさらに上がっててやばいし、みたいな、なんかやばい集団だよね。確かにそうだね。もう本当に音楽の説得力みたいなのマジで増してるもんね。うん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 。まあだからさ、BE:FIRSTの次の活動が楽しみだよね。そうだね。